バーンベリア・アールミンは、ハンガリーの旅行家で、東洋学者。本名は、バンベルゲル・アールミン・バンバーガー・アーミン、あるいはヘルマン・バンベルガー、ヘルマン・バンバーガーであったが、ハンガリー動かした姓を名乗り出した。チャロールオケズジ・マクサラコスの都市、ドゥナセル・ダ・ヘイ・ダナサードリーに生まれる。青年時代に、トルコへ渡り、イスタンブールに数年住む。 当時のイスタンブールには1848年革命の結果オスマン帝国へ亡命したハンガリー人のコミュニティがあり、時にはその世話になりつつ、オスマン帝国の高官の指定の家庭教師などを務めて徐々にオスマン帝国での地域を増やしていったとされる。トルコ語やペルシア語はこの時期に学んだ。1863年デルイーシュに変装して、 東トルキスタンから訪れていた巡礼者やキャラバンに加わり、ペルシアを経由し、ブハラ、サマルカンド、カルシーを経て、ペルシアのマシュハドに帰る大旅行を行った。1865年から、エトベシュロランド大学の教授を務める。ブダペシュトにて聖居。ブラムストーカーの小説、ドラキュラの登場人物、エイブラハム・バンヘルシングは、 バーンベェイリと面識のあったストーカーがバーンベェイリをモデルにしたとも言われる。バーンベェイリの中央アジア旅行の地図ダルビーシュ姿のバーンベェイリハンガリーチリ博物館のバーンベェイリ、アールミンゾーバーンベェイリはトルコを含むオスマン帝国の文化と文学に特に惹かれた。20歳までにバーンベェイリはトルコ語を十分に学び、ジョセフ・エトベシュ男爵の支援を受けてイスタンブールに行き、 ヨーロッパの言語を教える家庭教師としての地位を確立できた。彼はフセインダイムパシャの家で家庭教師になり、彼の友人であり、指導者でもあるであるアフメットエフェンディの影響力によって、フアトパシャの秘書を務める完全なオスマントルコ人になった。この頃、彼が行ったオスマンシエサトからの翻訳が認められ、ハンガリー科学アカデミーのメンバーに選出された。 イスタンブールで約1年間過ごした後、1858年に独土辞典を出版した。その後、他にも様々な語学に関する本を出版した。彼はまた、20余りの他のトルコ語と方言を学んだ。1861年にブダペストに戻り、アカデミーから1 0 0フローリンの給付金を受け取り、同年の秋にはスンナ派のダルビーシュに変装して、レシットエフェンギと名乗り、 イスタンブールから旅に出た。彼の通ったルートは、国会のトレビゾンドからペルシャのテヘランに行き、そこでメッカから戻ってきた巡礼者の一団に加わり、数ヶ月を費やしてイラン中部を旅した。その後、エスファハーンを経由してシーラーズまで行き、1863年6月にホラズムに到着した。この間ずっと、 ダルビー種のレシットエフェンディのままで通し、ヒバハンコクに到着すると、カーンサイードムハンマドとの会見にも成功した。旅行者の一団と一緒に、ブハラを通過して、サマルカンドに到着した。当初、彼は、地元の支配者に身元を疑われ、1時間半の間、越見は続いた。バーンベイリは、なんとか偽装を維持して、贈り物を渡して解放された。サマルカンドを出ると、 イスタンブールに戻り始めた。ヘラートまで南に旅して、そこでダルビーュの一団を離れて、テヘランに向かうキャラバンに加わった。そこからトレビゾンドとエルズルムを経由して、1864年3月にイスタンブールに到着した。これは、近代のヨーロッパ人によって行われたものとしては、最初に成功したその種の旅行だった。旅行中、周囲の疑いを避ける必要があったので、 バーンベイリーは、秘密裏に記録したものを除けば、断片的なメモさえ取れなかった。長く危険な旅の後、1864年5月に、ブダペストに戻った。その後、ロンドンに行き、旅行記を英語で出版する準備をした。中央アジアの旅トラベルズ・イン・セントラル・アジアと、そのハンガリー語番、KZAP アッチェターゼスは1865年に出版された。 これによってバーンベイリは国際的に著名な作家にして名士となった。彼はイギリス社会のエリートたちとの交流を持った。ロンドン駐在オーストリア大使は彼に皇帝への推薦状を与えた。皇帝は彼と越見した上で王立ペシュと大学の教授職を与えることでバーンベイリの国際的な成功に報いた。旅行記は ロシア進出以前の西トルキスタンの模様を如実に伝える資料となっているオンポリティカルサブジェクツ・バンリー、ハズリトゥン、メニーオブヒズワークスハブビーントラレイティド、イントゥアザーランゲージズ、エスペシャリーフレンチ、エイチ・ e ハズリトゥンヒズオートバイオグラフィーアンダー、ザ・タイトルズ・アーミニアス・バンリー、ヒズ・ライフア,ンドアドベンチャーズアンドストラゲルズ、オブ・マイ・ライフ。ありがとうございます。